が攻撃参加する形ですよね、まあ、前節広島戦では最後新藤とか出てきましたからね、さあ三好拾ってクロス、チェイが来た、チャナティップでしょうか、チャナティップが決めました、 J リーグ初ゴール。右のサイドを使ってくるか、進藤を中に折り返す、まだ流れています、さあここから折り返してシュートは決めてきた、一人少なくなった札幌、勝ち越しゴールをチャナティップ、ここで2対1、一歩前に出ました、いやいいシュートでしたね、中央で宮澤から三好、チャナティップ仕掛ける、右足、いや勝ち越しゴール札幌、りました、ね、2点目、ここでチャナティップが仕事をしました、今シーズン4ゴール目、まあ、今日は再三チャンスを作っていたチャナティップでしたけれども、セレッソは落ち着いて、まあ、守備、まあ、入っていけるでしょうね、はい、左サイド、左足、うん、決まった、チャナティップ吠えた、あっという間に同点札幌、いや今素晴らしいシュートでしたね、みんなすごいシュートはないと思ったんじゃないですか、意外性ですよね、これ振りも早かったですしね、はい、まあ、ここにぽっかりバイタルが空いてるんですよね、はい、まあ、コントロールも思ったところにコントロールできて、はい、深い、福森、チャナティップ、ジェイ、リズムが生まれる、サイド使いたいですね、これチャナティップ、ね、相手シュート打った、うわー、すごい、ビッグゴール、2試合ぶり今シーズン6得点目、見事なゴールが続く、そしてユリケゴダンス、素晴らしいですね、これはシュート褒めるしかないんじゃないですかね、大森さん、ワールドクラスこれは本当に、その小前からチャナティップに入れる、さあ前線 J、右に開いているのがトクラ、トクラを使う、トクラからチャナティップだ、シュート、ゴールイン方向変わってゴールに吸い込まれました、再び同点に追いつきます、北海道コンサドーレ札幌、いやチャナティップの動き止めなかったですね、でしたね、中盤でボール受けてドリブルで運びながら外に出したんですけど、開いて待ちます、スペースを狙う、逆サイドまでつながった、三好コースを狙う、落としてジェイへ、セカンドボール、シュートだ、うわ、先制は札幌、いや素晴らしい得点ですね、早い展開でサイドチェンジから最後はセンターでチャナティップ、左サイドからの菅野、まずボールが良くて、そこからはコンビネーション作りましたね、
まずこのボール、ここからがコンビネーションなんですよね。